はいどうも、ホソピーです。さて本日はですね、iPhone の人気ランキングではなくてですね、今買うべきではない方のランキングということで、まあ5位から1位までですね、やっていきたいと思います。まあこれはですね、性能がダメとかそういった部分は、まあほとんどないんですけれども、まあ時期的な問題っちゃ時期的な問題が、まあ主なところというところで捉えていただきたいと思います。ということで、いつもはね、あまりやらないんですけれども、まあ買うべきではないというところもね、気になっている方いましたらですね、ぜひね、チャンネル登録高評価の方お願いいたします。それでは本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで5位からサクサクいきましょう。まず第5位、5位はですね、こちらです。はい、 iPhone 13 Pro でございます。こちらにありますね。はい、私のまあ現在サブ機ぐらいのねポジションにいるというところで、 iPhone 13 Pro、まあ、発売日直後はメイン機として活躍をしておりました。絶妙なサイズ感の 6.1 インチ、そして今回珍しくシルバーというところでね、この色味、まあ今はもうほとんどね白に見えるでしょうけれども、まあこの端末がですね5位ということで、まあ5位なので、まあ今回紹介する中では一番買ってもいいかなっていう捉え方もまあできるでしょう。ということで、まあ13 Pro をこれから買おうかなと思ってる方は、あとまあ2ヶ月ほど待つと iPhone 14 Pro がまあ出るでしょうということでね。で、13 Pro はあと2ヶ月ぐらい製品ラインナップには君臨しているわけですけれども、14 Pro が出てきたらラインナップからはまあなくなると、まあ毎年このサイクルでまあ1年のみの販売ということになっています。ですので、どうせ買うならね、まあ14 Pro あと2ヶ月弱ぐらいなので、まあ待ってですね新しいものを買った方がいいでしょうというのがまあセオリーなんですけれども、まあ、14 Pro 値上がりが確実視されております。で、スペックアップがですね、まあ、リーク情報というところで読み取っていくと、まあ、かなりの、まあ、カメラ性能のアップというところ、特に画素数のアップ、まあ、こういったところも期待できるみたいなので、まあ、正直ね、2ヶ月待って、カメラ性能がかなり上がる。そしてさらに、インカメラも今までね、アップデートほとんどなかったんですけれども、まあ、かなり上がってくるというところで、まあ、それをどうね、天秤かけて、判断していくかっていうところですよね。まあ値上がりというところもかなり痛いポイントではあるので、まあ今ね、この金額で、まあ7月の値上がりっていうところでもさらに上がってしまったんですけれども、まあそれよりもさらにね、次の14 Pro は上がりますからね、おそらくね、一応100ドルの値上がりというところで、まあ大体こう日本円に換算して135円計算プラス消費税分 10% 乗せると大体1万5000円ぐらいなんですよ。で、それぐらいが今の13 Pro の販売価格よりもさらに高くなるというところを許容できるかどうかっていうところをですね、よく考えた方がいいかなというところで、そこまでの性能はもう求めてないよっていう場合には、まあ、確かに今買ってしまってもっていうところは、まあ、考える余地はあるかなというふうに私は考えてます。ということで5位にしました。ということで13 Pro ですね。はい、では次第4位ですね。第4位はこちらです。はい、 iPhone 13 mini でございます。これが4位になりましたね。ここにありますね、ミッドナイトカラーです。はい、まあ若干こう黒っぽいところに青みが入っているっていうようなね、カラーリングになっております。これもね、かなりお気に入りの端末ではあるんですけれども、まあ、今回買うべきではないっていう方で、まあ、4位に、まあ、したんですけれども、まあ、これはですね、完全に、まあ、時期の問題でございます。9月の13日頃って言われてるんですけれども、そこで iPhone 14 シリーズの発表イベントが、まあ、行われる可能性があるということで、まあ、大体それぐらいですよね。まあ、13日に、まあ、発表イベント、その週の金曜日に、まあ、予約開始で翌週の23日発売みたいな、まあ、こんな流れになろうかなと思うんですけれども、まあ、そこの発表の段階で、まあ、13シリーズに関してはですね、型落ちになるわけですよ。で、そうしますと、まあ、13ミニもですね、販売が継続になるでしょうというところで、そこでですね、値下がりをするというところの予測でですね、値下がってから買えばいいんじゃないっていう話です。性能スペック面で、まあ、今ね、これからあと何年か使っていくよっていう時に全然ダメな端末ではもちろんないですからね。であればもうここまで来たらですね、値下がりを待ってそのタイミングで買っちゃおうよっていう提案が、まあ、一番今回言いたいところなんですよね。なので、まあ、小型端末がどうしてもいいよと好きだよという方はですね、まあ一番その中の
最高スペックを誇っているのが今のところ 13 ミニということですからね、値下がりされてもうこのタイミングまで待ったらですね、値下がりをしてそこで買うっていうのがまあありでしょう。まあこれはですね、 Apple Store で普通に購入する、端末のみ購入するっていうところの理論でお話をしておりますので、例えば乗り換え特典とかがあって、まあこれからね夏にかけてですね、もしかしたらまあ昨年もちょっとあったので、 iPhone SE の第2世代とかが安くなったりしたからね、で今年もわかんないですよ、この13ミニだとかもしかしたら12ミニだとかね、そういったものの、乗り換えによる特典ですごく安くなるとか、そういった施策が行われる可能性があってですね、そういうものに乗っかれば、まあそこのタイミングでね買ってしまっても、まあ悪くはないかな、スペック的なところで不満というか、そういった特にこれがダメだよっていうところはね、ない端末ですからね、ということで、まあ一応今回ね、4位というところにしております。 iPhone 13 mini でございました。はい、では次第3位ですね。第3位はこちらです。はい、 iPhone 13でございます。はい、これもですね、今の4位の13 mini と同じね理論になっております。 iPhone 13 自体ものすごくいいスペックですしね、あの携帯性も優れていますし、まあ7月のね値上がりというところがなければですね、今もね、ガンガン押そうかなっていうふうに思っているような端末なんですけれども、まあ、かなりのね、まあ、価格改定というところで値上がりしてしまってで、まあそこでですね、まあ購買意欲はまあ一気にね、そがれてしまったかなと思うんですけれども、じゃあ次のね、14待つまでどうするかなっていうようなところで、まあ今買うのは最適ではないでしょうという、そういった私の考えですね。で、14がやはり発表されたとなれば、13は販売継続、そして値下がりをしますというのが、これ毎年のサイクルになってますから、まあここまで待ったらですね、値下がりをしてから13を買うというところね、そうした方がいいでしょう。もう完全にもう時期の問題なんですよ。今このタイミングでもうあとね、2ヶ月もすれば新しいものが出るというところで、あえて低価で、しかも7月に値上がりがしてしまったと、高くなってしまっているものをですね、まあ、あえて今買う必要性っていうのはまあないでしょうというところです。まあただね、バッテリー持ちがもうやばいとか、今の使ってる端末がボロボロになっちゃってもう2ヶ月持つかどうかわからないみたいなね、そんなような感じになってる人はですね、まあね、先ほど言った13ミニのところで言った通りですね、乗り換えの特典があるとかっていう、まあいろいろとね、好条件が重なれば、まあそれは言ってもいいかなとは思うんですけれども、そうじゃない場合にはですね、まあバッテリー交換をするなり、もしくは中古の端末を何かこうね、適当なの買ってきて、iPhone SE 第2世代でもね、いいですから、まあ3万円ぐらいでね、おそらく買えるのかな。まあちょっと今販売価格上がっちゃってるからわかんないけれども、まあそういったものを買って、間に合わせてどうにかして、あと2ヶ月程度繋いで、新しいものが出た時に、まあそれを買うなり、値下がりしたものを買うなりっていう、まあそういうところ。まあとにかくトリガーは9月の13日ぐらいっていう風に考えた方がいいかな。はい、そこで買う買わないを判断するべきだと思います。ということで第3位ですね、iPhone 13でございました。はい、では次第2位ですね。第2位はですね、こちらです。はい、iPhone 12 mini ですね。これはですね、まあちょっと前に、まあ手放してしまいまして、まあすでにまあ端末もうないんですけれどもね、まあ買取価格が中古の A ランクということで、まあ若干の傷があったような気がしたんですけれども、一応 A ランク評価で5万6000円だったかな。iPhone 12 mini の 64GB、国内版 SIM フリー版のあのパープルですね。はい、何本か前にちょっと動画出してますけれども、まあ細かいところ見たい人はそちらご覧いただきたいと思います。まあ5万6000円というね、かなりの高価格で売れましたので売ってしまったんですけれどもね。で、まあ12ミニも、まあ今回2位までね、まあ上げているんですよ。で、これも、まあ理由がありまして、やはり今じゃないと、時期的にはね。で、ミニシリーズで安くなっているというところで、まあとにかく価格を重視して、で、小型のものが欲しいなっていう場合には、まあ確かにね、ワンチャン狙ってもいいかなと思うんですけれども、まあ今じゃないんですよ。とにかくやはり iPhone 14シリーズの発表、ここを待つべきですというところにつきますね。で、12シリーズは、まあ今回まあ11シリーズがまだ Apple Store で販売継続になっているっていうところを、まあ考慮するとですね、12ミニだったり12だったりっていうのはまだ残るのかな、もう1年ぐらい残るんじゃないかなと思うんですよ。で、今よりも、まあ、さらに
こう値下がりをして、まあ、さらにっていうかね、一回こう7月で値上がりしちゃったもんだから、かなり上がってるっていう印象しか皆さん持ってないんですけれども、一段階ね、すでに値下がりをしている端末になってますからね。ということで、まあ、14シリーズが、まあ、発表された時に、まあ、2個型落ちになって販売継続というところでね、とにかく安く買いたいと、価格重視でね、小型端末を手に入れたいなっていう人はですね、まあ、なんとかね、そこまで待つべきかなというふうに思います。ということで、第2位ですね、12ミニでございました。はい、では最後行ってみましょう。第1位ですね。今買うべきではない iPhone ランキング7月版ですね。今ここでこれは買ったらあかんやろうっていうところで私は1位にしたのはこちらです。はい、iPhone 11ですね。はい、これは、まあ、まだね、Apple Store で販売が継続になっている端末になっております。そしてですね、高いんですよ。Apple Store での販売金額いくらだったかな？はい、最安でも 72,800円。ということになっております。まだ未だに 72,800円という金額で、まあ、Apple Store に並んでいるんですけれども、これはですね iPhone 14が発表になったらその時に消えると思われます。さすがに消えるんじゃないかなと思いますね。で、そのポジションに何が入るかっていうと12、12ですね。なので最も安く買いたい場合には、まあ、12を今後は買うべしということになるでしょう。まあね、今の金額よりもね、さらに値下がるというところですから、まあそこのポジションに入った12を狙うと、11はやめておいた方がいいでしょう。というのも、まあ性能的なものも、ちょっと11に関してはね、出てきてますからね。A13 チップということで、まあ今15なので、2世代型落ち。で、次になるとおそらく3世代の型落ちになるわけですけれども、まあ iOS のサポート期間だったりだとか、あとは Face ID がですね、マスク対応になっていないのが11より前のモデルになってます。12よりも後のものに関してはマスクをした状態で顔認証することできますからね。まあそういったところの普段の、まあ、使い勝手というところもいろいろ考慮してですね、まあ11は、まあ、今買うのはやめておいた方がいいでしょう。まあ、ほとんど今ね、在庫もないでしょうからね。まあ、Apple Store だと容量もね、64と128が選べて、カラーも選べるというところで、まあ、この iPhone 11にしかないようなイエローとか、そういった色とかで、まあ、どうしても欲しい、コレクションしておきたいなっていう方はですね、まあ、なくなってしまう前に、まあ、買っておくのがいいかと思うんですけれども、通常使う iPhone としては、まあ、ややね、まあ、性能的な部分だったりだとか、まあ、ボッテリ感だったりとかね、当時はね、すごいバッテリー持ちいいとかっていうのもありましたけれども、今 iPhone 12とか13になってそのバッテリー持ちっていうのがね、もうさらにこう上回ってきちゃってますから、まあそう考えるとね、まあ、11はまあちょっと性能的な部分とか、まあ価格的なメリットもまあ結構薄いというところになりますからね。まあ今の iPhone 11ぐらいの価格に iPhone 12がこう下がっていって買えるんであれば、まあ12買った方がいいよねという話になりますからね。はい、ということで、今月はですね、ちょっと珍しくね、今買うべきではない iPhone ランキング、まあ時期的なものでね、まあ、とにかく今もう7月になってきて、値上がりをする前だったらね、買ってもいい、今年はね、買うべきじゃないかなっていう動画も出してきたんですけれども、もう値上がりしちゃったしね、価格改定しちゃったし、もう本当2ヶ月切ってきてますから、今はもう買うのはやめた方がいいかなというところになりますね。細Pチャンネル。はい、ということで本日は今買うべきではない iPhone ランキングということで、まあ一応7月版ねやりましたけれども、まあこの後8月版9月版やるかって言われると、まあやらないかなと思うんですけれどもね。 iPhone の人気ランキングっていうのはね、まあそれぞれね、ずっとこう毎月やっていこうかなと思ってるんですけれども、まあ買うべきでないっていうのはね、もうずっとね、まあそのもう7、8、9ずっと買うべきでない、買うべきでないって言っちゃいますからね。はい、ということで、まあ参考にしていただいてですね、とりあえず今買おうかな迷ってるなという方は、まあここに出てた機種に関しては思いとどまってですね、なんとか2ヶ月ね待った方がいいかなと思うんですよね。で、まあ出てなかったね、13 Pro Max とかね、こういう機種は確かにね、まあ5位の13 Pro もそうだけれどもね、これはね一向の余地はあるかなっていうところなんですよね。まあそれについてはちょっとまた別の動画でね、がっつり話そうかなと思います。はい、ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。この動画ね、面白かった、良かったと思っていただいた方はですね、ぜひねチャンネル登録、高評価の方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。